取れそうな感じもあるんですよね。これ多分取れないんですね。こう、駄菓子屋で売ってるコーラなんですね。私はかかっています。こんにちは、松本です。あちょこです。ふみです。会員番号243番、杉尾田です。たるみ先生です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回もかかっております、彼。そこそこ早かったですか？早いというか、変わりやすい。うん、よかったね。はい。いやいや、ぶっ壊す。松本道中記。じゃあね、アロマルカテンペーターと塗ります。じゃあね、両手でこうやってギューってやってみて。一つ、二つ。3つ、はい、ギュッてくっつけた。ガチガチ、絶対取れません。取れそうだったら取っていいよ。取れないけど取ります。いかがですか？取れないけどね。いやいや、手なの。取れそうですか？取れそうな感じはあるんですけどね。これ多分取れないんですね。もうちょっと、おお。ちょっと緩んでる気がする。緩んでる気がするだけ、体回ってるだけだから、ね、体が曲がっとる。あ、やっと、ちょっとだけ戻った。オールドラックスキューションみたいな。ちょっと待って。ああ、いいね。取れませんでした。取れませんでした。はい。まあ、困るよね。はい。3つ数えて手叩くと、ちゃんと手取れます。はい。1つ、2つ、3つ。はい。取ってみて。ああ。まあ、多分何もつけてない。ああ、すごい。すごいね。赤ちゃんみたいな手。むくんでるから、こうなっちゃうんですね。ちょっと色が。むくみが出ちゃうんですよ。いや、お前超えたもんね。えらい声大きくなりました ね。で、こうやってまたピタってやって、見たことある、キューってやってグーッと押し付けたら、もう取っていいよ、取れないけど。取れないの、わかる？足は動くんだね。うん、じゃあ足にもペタってやって、そんなキュッてやったらもう足も離れないから。足いけそうですか？あー、もうやっぱこれはかかってますね。いや、さっきからかかってた。これはって、なんか原曲で言ってるからさ。あれよ、お前顔太らんからさ、ここ動かないったらもうなんか着ぐるみみたいに。そう。そこだけ動きようげん。あ、これあれですね、足外れる前になんか太ももが外れそうな。太もも外れる、どこ外れる、ここが釣りそう。外れるってのは、あ、そこ釣りそうなのね。いや、上げようとして上がらないからって言われたんですね。そうですね。そうなのね。もちろんね、手くっついてるわけじゃないから取れるんだけど、こうやってキュッてやったら、はい、もう取れないから。つい最近脱臼したばっかなんで、ちょうどここ。あ、そうやったね。肩は外れるけど手は取れないんですね。肩が外れるって何よ。あ、なんかそういう特技を持ってるの。はい、1つ、2つ、3つ。取れるよ、食べて。取れた。激しくうなずきよ。うん、まあ、そうだね。本人もやった後だからね。記憶に新しいみたいなのがあるんだけど。経験したらうなずきになりますね。まあまあ、そうだ。この接着剤ね、今手につけたんだけど、実はさっきベッドにつけといたんで、え、もうこうやっただけで、お尻くっついてるから立てないよ。立っていい？くっついてるから立てないけど。ちょっと、これはいけるんじゃないか。それはね、これいけるんじゃないか。いけないけどね。ここ使ってもいいですか？手使ってもいいけど、でもさっきの接着剤ついてるから、一回ペタってつけたら取れなくなるよ。だからペタッとすれば、下も取れないから。ますます身動き取れなくなるんだけど。いや、サウナよ。サウナ、サウナにおるみたいな。これいくよ。立てると思うよ。おー、よかったね。おー、また。でもね、安心しちゃいけない。これね、足の子接着剤ついてるんで、もう両方足離れないから。上げられそうだったら足上げていい。あ、上がんないけど。もう遠慮しなくていいし、上げられるんだったら上げていい。足何も動かんねん。足の裏べったり。ビートだけじゃん。いや、そうそう、そっち。足止める。こういった。取れました。でももうお尻くっついてるから立てない。どっか絶対取れますよ、これは。でも取れないけどね。だってまたそうやって置いたら手取れなくなるじゃん。また取れないよ、これ。おお。いやいや、またサウナに戻った。サウナ。よりサウナっぽくなりましたね。ローリューマッチ。いや、そう、お前のそのローリューマッチって何？さっきから。てか、全然別物なの分かるでしょ。遠いっていうか、動けるのと、こう頑張ってる自分っていうのとさ。頑張ってます。なんか神経、動かないだみたいな。そう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 。
何も力が入らない。そのメガネって普段からしてるの？そうですね、自転車とかのちょっと視力強めに必要な時につけてます。あ、そうなんだ。寝るときとかね。寝るときはつけてないです。まさか頭にくっついてないよね。え、頭にくっついてないよね。メガネくっついてないですね。でもね、これくっついてるから絶対取れない。取れないけどくっついてるから絶対取れますよ。もう取ろうとすると皮膚剥げそうなぐらい痛いから頑張ってやってみて。あ、なんかくっついてくる。なんだこれ。あれ、皮膚がついてくるんですよ。もう危ないぞ。痛いぞ。痛いです。あれ、どう取れないの？はい、取れません。取れない。ちょっとでもずれてるなって感じはするんですけど。いや、ずれてはいるよ。じゃあ取れなければ戻してみますよ。はい、戻してみて。戻りますね。戻る。戻りますねって何？なんで戻るんですか？じゃあね、手叩くとそれ接着剤剥がれるんでちゃんと取れます。はい、一つ二つ三つ。はい、取ってみて。離れますね。離れるね。皮膚がついてくるって何？なんかついてきたんですよ。皮膚が剥がれてる感じ？いや、痛みはないんですけど、うん、なんかこう動いてるけどもう動い、なんかもうそう、何いや、君も動いてきちゃうんだっていうところが動いてくる感じの。君って誰に対してるの？皮膚？そう、なんだこれ。これ当たり前だけど自分のサイズだよね。はい、見た感じ自分のサイズになってる気がする。多分そうですね、見覚えのあるサイズですね。サイズだね。でもね、3つ数えて手叩いたらこれあなた絶対つけられなくなります。はい、1つ2つ、はい、絶対つけられません。前には持ってかれるけどはめられない。やってごらん。はまんないから。ん、はまんない、絶対はまんないから頑張ってはめてみて。刺さる刺さる刺さるこめかみに当たってんだけど。もう頭からやってるけどその分メガネ逃げてくよね。うん、絶対入んないから。いや、めっちゃ力入ってるやん。なんか顔にめっちゃ力入ってる。これはまだかかってない。かかってない。かかってないし、自分分かるでしょ。もう大体かかってますよ。でもこれかかってない。話したら落ちるものはかかったと言わないし。大村コイン。でもこれ、かけられませんね。いや、いいよ。まあ、かけられません。はい、手叩くとちゃんとスーッといきます。はい、一つ、二つ、三つ。はい、スーッとかかる。うん。装着感。入りました。あります。ベストフィットです。ベストフィットです。まあ、自分のメガネだからね。そりゃそうだよね。この最後の一瞬になんか、なんかところてんのような何かが邪魔をする感じの。最後の一瞬もなかったって、もっと離れとった。僕の中でもうあと1センチぐらいのイメージだった。いやいや、ケントデリカットぐらい離れてた。めっちゃ目でかくなるじゃないですか。そうそうそう。映ってる自分を見たときに、どんなこと言ってるかなって後で確認して。恥ずかしい。さっきの見てるから恥ずかしい。いや、楽しいよ。いや、楽しいっすね。楽しいよ。なので、ある意味ね、むしろかかったときはかかったって言ってた方が後で恥ずかしくなかったりする。なんで俺こんなに過酷なに認めねえんだろうみたいなね。そういう映像になってる可能性がある。認めます。私はかかっています。主役はお前やから今日。はい。まあそういうのもあるかなって思う。すごい。松尾不思議ですけど、3つ数えて目覚ますとなぜかあなた声が出なくなります。まあ、少しぐらいはうめき声ぐらいは出るかもしれない。だけど喋れなくなってますよ。それでは3つ数えるんで目覚ましてください。1つ2つ3つ。はい、目覚まして、喉こうやってトンってやると声帯取っちゃったんで、これ戻すまで声が出ます。不思議ですけど声出なくなりました。お名前教えてください。誰でしたっけ。スースー抜けてますね。この人はですか。超増えたね。はい、戻します。はい、トンタヤと戻る。はい、トンタヤと戻ります。お名前言えますか。杉尾田です。どんな感じでしょうか。なんかそうですね、なんか詰まって出てこないような。ここまではなんか来るんでしょ。なんかだし、多分形というか、なんか多分出れば出るんだろうなっていう。出れば出る、まあそのままの人間。そう、出れば出るんだろうけど出なかったですね。うん、でしょうね。でしょうね。それ面白いな。で、受け入れてくれるだけで全然構いません。じゃあもうちょっといきます。はい、また目つぶって、はい、眠って、はい、スーッと眠ります。なぜかあなた自分の名前だけ言えなくなってますよ。それでは3つ数えるんで1回目覚ましてください。はい、1つ2つ3つ。はい、目開けてみてください。さあ
昨日晩ご飯食べました？食べました。何食べたんですか？ラム肉を。ラム肉、はい。じゃあそんなジンギスカンを食べたあなたって誰ですか？名前教えてください。さっき名乗ってたと思います。ちなみに誰？松尾田さん、うん、で自分誰？いや、あの、いや、家、うん、ちょっと待ってください。この人誰？勝利さん。うん、で、自分誰？いや、あれ？うん、うん、あれ？あの人誰？文さん。で、自分とお知らさまで。いや、うん、なんか、あるんですけど。ここにはあるの？あるある。本当になんか言わせてもらえない感じ？昨日何食べたんだっけ？ジンギスカン。このジンギスカン食べたのは誰なの？いや、あ、いや、うん、あ、なんか投げちゃう。あれあれ、なん、ん、なんで言えないんだ。他の人あるんでしょ。あります、ありますし、分かってんだよね、うん、でも言えない、変な自分がいるってことね。言える気がするだけで言えないですね。そうね、言える気がするけど言わない変なさに見つかるね。はい、三つ数で届くとちゃんと、自分の名前言えるようになります。はい、一つ二つ三つ。誰だっけ？杉尾田。さっきも言えた気がしたんだけど言えなかったな。言えた気はしてたと思うよ。言わないだけの話だからね。気だけはするね。字は思い浮かぶんですね。そうなんだね。でもなんか、あ、言っちゃいけない感が、そう、出てこんだ。あれなんでって出てこんだ。やらせとかって意味じゃなくて、なんか、そうね、はい、いろんなタイプの人がいるので、その感想でいいかな。わからない。ただ言わないっていう自分が言うだけ。それでいいと思います。あ、ちなみに会員ナンバーみたいな何番だっけ？は、243番です。243番。243か。はい、はい、肩叩いたら243蹴る。はい、吸ってたら243やられた。1から数えていって。1。あれ？いやいやいや、ありますよ、ありますよ。うん、番号結局並びだからね。まとめて3つなくなるんだよ。じゃあ10から減らしてみて。10、9、8。7、6、5。いや、あ、なんか言うのって言っていいよ。もう一回10から減らしてみて。10、9、8、7、6、5。ん？10、9、8、7、6、5。うん。いや、わかりますよ、分かってますよ、分かってますよ。いやだな、小学生でも分かることだからね。うんうんうん、なんか英語をごまかしてるマジみたいになってるけど、なんかそれっぽく言ってません今でも。それっぽく言ってるような感じがするよ。ただはっきり言っていいよ、言えるんだったら、はっきり言えよ。あれじゃねえよ。はい、こう口は震えてなんか出ないですね。9、9、8、7、6、5、2、1。ちょっと、あれ、いや、それ指がおかしいわけじゃないけど。そうだね、指関係ない。3つも数字抜けるとさすがに困るよね。1つでも困るけどさ。はい、3つ数えて手叩くとちゃんと抜けた数字戻ってきます。はい、1つ2つ3つ数字言えるよ。5、4、3、2、4、243。その3つ抜けたら会員ナンバーも言えなくちゃう。そう、世の中の数字の約3分の1言えんことに。そうですね。そうだね。なんか音の形は見えてるんですけど、なんか、あ、でも厳密に言えば下3桁が言えないだけでもう3分の1言えないわけでしょう。はい、で2桁だって言えないんだから3分の1以上言えなくなるんです。あ、そうですね。そうだよ、1桁だけでそうなるのかな。そうですね、そうだ、組み合わせで言ったら相当減りますね。そうそう、2桁のやつが出てきたら言えない、3桁のやつもこれ出てきたら言えないだから相当抜ける。200台300台アウトやね。丸ごと抜けるから。そうですね、うん、いやー、なんでだ、今までない唇の震え方をしたんですよ。知らんよ、見えてない。こうやって見るとまんま素でしょ。なんかかかってない気ですもん。そうだね、言える、普通やもんね、言えると思ってるんですけど、うん、言えないんですよ。そうだね、言えると思ってる自分が常にいて、いやいや俺はまともですって言いたいんだけど、まあまあ結局できないんだけどさ、ね、まあそれとの格闘を楽しむものなんで、はい、まあ楽しんでいただきまいりました。
いいかなと思います。じゃあね、まあもうちょっとやってみようかと思うんだけど、まあ今だいぶ来てるんで、ちょっともう味覚やってみようかなと思います。しこたまコーラが飲みたいです。しこたまコーラ飲みたい。さっきしこたまコーラ飲んでた人いたからね。しこたまコーラ美味しいんじゃないかな。松尾多動中継。じゃあね、目つぶって、はい、眠って、はい、スーッと眠ります。また肩の力、首の力抜いてね。それでは、3つ数えるので、また目覚ましてください。ですが、3つ数えて目覚ますと、今度紙コップに入った液体、あなたの大好きなコーラに味が変わってます。あの炭酸も感じるし、コーラのあの甘みも感じるようになってます。不思議ですけど、必ずそうなります。それでは3つ数えるので目覚ましてください。はい、1つ、2つ、3つ。はい、目覚まして。それ、コーラになってから飲んでみて。はい、よし。パチパチ感とかね、ちゃんと感じると思うよ。ん？コーラです。コカ・コーラじゃないけど、あの駄菓子屋で売ってるコーラの味がします。ほんと香りもします。粉末のやつ飲む前から粉末のあの駄菓子の匂いします。なるほど、安いコーラなんですね。あ、そう、しかもすごい薄いんですけど。薄いな。いやでも味します。いい、味します。ちょっと戻してもらっていい？はい。じゃあ粉増やしたらもっと味しそうな気しない？します。なんでコーラ粉をこうやってパラ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 って入れて、こうやってふーっと回すと味が2倍濃くなってるから飲んでいて。あ、まあ、確かに2倍かもしれないですけど、元は薄すぎて。あ、なるほど。まだ薄い。あんまり、そんな薄さはない。じゃあもうちょっと入れてみようか。サラサラサラって、さらに入れてまた混ぜてみます。さらに、炭酸のボトルあるよね。この炭酸をこうやってポトポトポトって入れて混ぜると、炭酸を感じる。飲んでみて。あ、うん、駄菓子の味に近づいてきました。駄菓子に近づいてるわけじゃないんだけど。まあ、コーラの味が濃くなってきたら、それでいいかな。あ、すごい。ロータン酸少し入ってきた。炭酸も感じますね。炭酸も感じた。そう。確かにさっきたく炭酸なかったです。そうだよね。粉だから。あ、そう。駄菓子屋のあのコーラの。そういうこと。あんまり炭酸感じなかったですけど。そうだよね。でも炭酸の味してきたでしょ。そう。なんかもうちょっと炭酸とボトボトボトボーって入れて、さらに粉をサラサラサラって入れてまた混ぜると、さらに濃くなってるよ。美味しそうだから美味しくなってんじゃないかな。うん、美味しそうです。美味しそうです。すごい。いや、匂うんですよ。いや、むしろこの匂い、駄菓子にしかないような、この。まあ、匂いでだいぶね、味覚って感じちゃうからね。ああ、まだ薄いですけど、でもちゃんと飲める味になってきました。飲めるっていうか、まあ、水ではない味になってるってことでね。水ではないですね。いや、いいと思うよ。そう。他になんか好きなものある？ネクターとか。ネクターの好き。桃の。そうだよね。あのネクターもちょっとドロッとしててね、桃の味濃くてすごく美味しいと思うんだけど、こうやって蓋するとね、これがネクターのあのドロッとした舌触りの桃のジュースに変わります。はい、スーッとやったらネクター飲んでごらん。口の中変な残りあるから香りが変わってる。いや、桃になった。変わってればネクターの味はするんじゃないかな。あとは濃いか薄いかだけの差だったよね。めちゃくちゃ薄いっすね。めちゃくちゃ薄い。サラサラ程度に薄い感じの。でも香りはネクターです。桃絞ったらさ、ちょっと濃くなりそうな気しない？そうそうですね、果汁 100% 桃があって、これをこうやってギューって絞るともう果汁も入ってるぐらい濃い桃の味になるよ。あ、さっきよりもさらにフレッシュな味。なんか、うんうん、果汁感がすごい。果汁感すごい。果汁感意味わかんないけどさ。ああ、違う、嗅覚から来るね、でも。そうだね。嗅覚から来ますね。嗅覚、なんか匂いますね。へえ。もう、すごい。でも逆に言うと、飲んだ時味はそんなに濃くないんですよね。ああ、なんか匂いの方が強いんだ。匂いから来てるんだね。うん、香りがすごいですね。いやいや、お前ワイン飲んどるじゃん。いや、すごい香り、すごい香りが、味は正直あんま美味しくないんですよ。あんまり美味しくないですけど、香りがすごいいいんですよ。ネクターの香りですか？ネクターの香り。ネクターの香りする。いや、ネクターなんですけど、ちょっとなんかあのかき氷のシロップ風味も感じますね。ああ。さっきの駄菓子を引きずってる。駄菓子ベースなんですね。多分コップが変わってないんでしょうね。コップが変わってない。何かよくわかんないけど。いや、中身変わってねえよ。何一つ変わっちゃいないんだけど。
いやでもすごい香りがすごい。いやいや、それしか言ってないですね、ごめんなさい。いやいいじゃん。いやすごい香り派閥なんだけど。香り派閥。これねでもあるんですよ。ええどういうことですか。その人の得意感覚っていうのが存在するんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ嗅覚が得意。嗅覚結構優先してる人なの。優先、嗅覚を優先で記憶してるっていう。覚えてる。ことですね。なるほど。匂いはするんやね。いや、めちゃくちゃします。ギャップあるやろ、それ味薄かった。そう、だからさっきからちょっと不満を垂らしてるから。もうちょっと濃くっていうの。味がね。だ2倍にしていただいたけど、元がすごい少ないから、別にそんなに変わんないんですよ。そうね、あの 0.1 が 0.2 になってる、ね。そうそう。10が20なんだと違うもんね。高いせい。じゃあね、水に戻そうか。はい。水です。もう水だよ。何の匂いもしないから。あ、ほんとだ。本当だ。全然。あれでもそれで飲むと味がいかに変わってたか分かるから。ああなんか薄いと言ってもやっぱこれと比べると全然味変わってんの分かるでしょ。これ別に水道から出てきても嬉しくないですね。まあそう思うんだけど、そりゃそう嬉しくないと思う。逆にこれ出てこないと嬉しくないんだけど、ね、嬉しいと思うよ。嬉しいですね。そうあの時にね蛇口ひねったらみかんのジュースが出てくれてそれはそれで嬉しいけどさ。いやもう香りから来てる人なんだと思うよ。別にそれでいいから。水です。美味しい水です。水だね。嗅覚、香りがすごかったっすね。嗅覚の人ね、正直あんまり当たらないんだけど。あんまり珍しいの。っていうか、いないとは言わないよ。ただ、まあ。そんなにいない。そんなに極端にはいないかなという気はする。今時の人は視覚が多いから。ああ。確かに。本当は嗅覚って脳に一番近い感覚なんで。そう一番鋭くなるというか一番そこから入りやすいんだけれど、だからアロマとかがリラックス効果運動とかっていうのは脳に一番近い感覚は視覚じゃなくて嗅覚なので。あ、じゃあ私アロマやったら結構効きがいいかもしれないんですね。効きがいいと思うし、目利きじゃないけど味覚だったらコーヒーの味が分かるとかあるじゃない。ああいうのが匂いは多分得意科目なんで、普通の人だったらその差が分からないものがやればできるようになると思う。確かに紅茶とか飲むとき香りはすごい楽しめるというか。イギリス人そう。そういうのって自分では普通だと思うけど、そうやって紅茶を飲んでる人の方がほとんどいないと思う。あ、今の水と同じで実際飲んだ後はそんなに楽しくはないんですよ、うん、紅茶も、うん、香りが楽しいというか。そう、そもそも紅茶を香りで楽しいと思ってる人がほとんどいない、うん、あ、なるほど。ポロのハーフタイム、え、ポロのハーフタイムがある。ポロのハーフタイムでティータイムがあるから。香りを楽しむ時間。ポロや。ポロのシャツ着ていきますか。いや、いいよ。お願いします。仕事はこうだからね。実際カロリーゼロ。実際カロリーゼロ。水にしか見えないですね。砂糖だと無駄な甘み追加しますね。それならコーラ飲んでやってます。そうですね。